ちっちゃな頃から悪ガキで、あ、押してる？ちょっと空振りさせないでよ。もう朝からさ、渾身の一芸を振り絞ってもらった。もう言えてないじゃないですか。ということで、さくともチャンネルで。さあ、そういうことですね。なんで今の歌が出たかっていうと、前回に聞いてここチェッカーズ、はい、実はですね、このチェッカーズは、まあ、僕は飲みに来たこともよくあるんですけれども、それ以外にここによく来るんですね、うん、なぜかっていうと、ビートルズでツアーをした時によく来るんですよ、うん、実はね、ビートルズの聖地がこの奥に眠ってるんですね。そんなところをですね、今回はご紹介したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。毛が入ってるでしょ。うん。その じゃあですね、ちょうどチェッカーズ、まあ、フォートナム&メイソンの裏手をさらにね、下ってきたところになりますけれども、うん、こちらこの道を、ちょっとこの道なんて通りだっけ。調べとけっていう感じだよね。行きましょう。あそこに書いたんだけどね、また後で、あ、そこに書いてあるわ。通りの名前本当覚えられないんだよね。で、ほら、あ、分かった分かったって言っても読めない通りとかあったりするけどさ。これが、あ、デュークストリート、セントジェームスっていう通りですね、うん、そちらを今こう下ってきたんですけれども、下ってきたらチェッカーズを越えて、ぜひね、最初の左に曲がり方見てください。毎回ここにゴミが置かれているんですけれども、うん、ゴミ置き場なんだろうな、ここな。陽子さん、小野陽子さんがここにいらっしゃるんです。うん、ちょっと並んでもらっていいですか。え、何を求めてた。なんかですよ、ね、陽子さん、はい、で、これ、うん、小野陽子さんってアーティストじゃないですか、うん、彼女が作ったあのアートの一つを描いてるんですけれども、うん、彼女はこの天井にですね、パネルをつけてアクリルかガラスを貼ってんのかな。で、虫眼鏡がぶら下がってるっていうアートをやったんですよ、うん、で、その虫眼鏡でそのパネルをこう見ていくと、小さな文字でイエスっていう文字を見つけるんですね、うん、その文字を見つけるためのアートを作ったんですね、昔、うん、まあ本当はね、このこういうデザインじゃないです。実際は本当にイエスって場合、イエスって書いてあるだけなんですけど、うん、これ面白くない？あの円とポンドとドルでイエスってしてるんだよね。いや、面白いなと思って、うん、これね、意外と新しいんですよ、アート、うん、できたコロナ後に書かれたと思います。で、なんでこんなところに小野陽子さんのこういうアートの絵が描かれているか、うん、それがですね、この先なんですね。まあ、ここはまあ、昔の馬車小屋ですね、ここの場所、うん、で、前回紹介したチェッカーズタバーンのこの裏手がここにあるんですね、うん、で、こちらを進んでいくとですね、何の変哲もないところですよ。まずね、観光で来ることは多分ないでしょうね、ここはね、場所も分かりづらいし。ここがギャラリーなんですけれども、うん、今も、昔からギャラリーなんですね、うん、オーナーさんは変わっちゃいました。オーナーさん変わっちゃいましたけど、ね、昔はインディカギャラリーっていう名前のギャラリーだったんですよ、うん、1960年代70年代かの頃で、ここで実は小野陽子さんが最初のロンドンでの個展を開いたんですね、うん、その時にさっきのイエスとか、はい、そういうのあったんですけれども、ギャラリーのオーナーさんが3人いて、ピーター・アシャーっていう人が1人いたんですけれども、うん、その方が、まあ、ポール・マッカートニーとお付き合いをしてたジェーン・アシャーさんのお兄さんなんですけれども、その関係もあって、まあ、ポール・マッカートニーパトロンみたいな形で少しお金を援助して、で、ここで買った人たちの品物をラッピングするペーパーをデザインしたりとか、そういうことをポール・マッカートニーしたんですよ、うん、
で3人のうちのもう一人でジョン・ダンマーっていう人がいたんですけども、その方がここで自分も誰か援助者が欲しいと思うわけですよね。そこでね、ジョン・レノンに声をかけるんですよ、うん、でジョン・レノンに、実はうちのギャラリーで小野洋子という日本のアーティストが個展をやると、だからぜひ見に来てくれないか、うん、でオープンされる2日前かななんかに呼ばれるんですよね、うん、で来るんですね。でそこでジョンと洋子は初めて出会うわけですよ、うん、で紹介されるんですね。この人がね、ビートルズのね、ジョン・レノンだよって言ったら、うん、小野洋子が、え、ジョン・レノン、私知らなかったわ、私が知っているのはリンゴスターだけ、リンゴって日本でアップルのことよとか、ね、そんなような会話をしてたらしいですよまあカチンとくるような話をしてたんじゃないですかねそしたらそこで、この展示見ていい？ってジョン・レノンがその虫眼鏡でふっと見るわけですよ、うん、そうするとイエスって書いてあった。なんと肯定的な女性なんだとそこでなんか感動しちゃったらしいんですよね。うん、でもう一個、釘を打つなんとかって釘を打つ金槌だからっていう展示があったんですよ、うん、まあ鉄板の上に釘が一本刺さって、そこでカンカンって釘を打つ、うん、で最終的にはいっぱい打ってていいような作品だったんですけども、そこで僕も釘を打っていいかと、うん、ジョン・レノンが聞いたらしいんですね、うん、そしたら小野洋子は、いやこれまだ個展の始まる前だから、うん、ダメだと、うん、そしたらジョン・レノンが、じゃあお金渡すから歌させてくれ、うん、って言ったら小野洋子が、うん、それならいいわよ、じゃあ僕は想像のお金を渡して想像の釘を打つよって言ったらしいんですよこれがね、洋子の心にグビッと刺さっちゃったんですよねなんかアーティストの考えることってとてつもないなと思って僕には全然わかんないんですけどもそこで2人は惹かれ合ってお付き合いが始まってるんですね、うんうん、まだシンシアさんっていう奥さんいたんですけどね、うんうん、ジョンにはそんなね、お付き合い、知り合った最初の場所がこちらになります。さあそんなところをちょっと、あれ、ここまでご紹介しちゃっていいのこれどういうことですか。僕個人的にツアーの時に使ってるネタなんですけど、ね、あまあいいかまあいいかそんなネタいくつもないしって、それじゃあそういうこと言ってるのということでですね、はい、ここからちょっとまた目抜き通りの方でも向かってきますか。はい、よかった、ここで終わっちゃうかと思った大丈夫大丈夫、そうここはこれで終わりなんだけどでもね、実は、ね、今のね、うん、コーナーの中には、ね、ライブハウスが昔あって、まあ、今もやってるのかな、確かあるんですけど、そこでね、ジミー・ヘンドリックスがライブをやってポール・マッカートニーが聴きに来たという、うんうん、そんなところも今の、ね、一角だけにあるんですよ、うん、みんなの思い出写真展、留学中のお嬢様に会いに渡英され、レ・ミゼラブルとトトロを見に行かれたとのこと。ロンドンといえばミュージカルや芝居を見るのも楽しみの一つですよね。それにしても入り口のところ人でいっぱい次は何を見るか今からチェックしておいてください。ハッシュタグサクトモカで X にご投稿ください。いや、前回もお伝えしてるけど、ビルなくなっちゃうと本当景色変わるね。ね、うんびっくり。ここのあれなんだね、建築物、確かに比較的デザイン新しかったから保存建築じゃなかったんだろうね、うん、保存建築だったら外壁とか残してるもんね、うん、おー、でちょっとさ、せっかくここまで来たらフォート生のメイソンがどんなディスプレイになってるか、ちょっとウィンドディスプレイちょっとチェックしてみます、はい、ね、もうあれじゃない、ハロウィン、今ハロウィンになってるのかな、クリスマスは早いですもんね。ね、クリスマスでももうあれだよね。あ、やっぱりカラーリングはハロウィンっぽいのか。でもキノコが秋ですね。秋か、うん、季節か。凝ってるよね、このウィンドウのディスプレイを見に来るだけでもフォートナマのメイソン楽しいもんね。今年のクリスマスはどんなディスプレイになるのかな、楽しみ、ね、うん、
そうか、秋なんだね。キノコだ、キノコ。キノコの、もう、キノコの山だね。もう。なんだそれって感じだけど。なんかアルコールメインで出してるね。うん、ワインとか。ウイスキーか、この辺は。美味しいんだよ。ベリービスケッツ。おお、この辺はコーヒー豆だ。コーヒーを。うん。ウィンドディスプレイの人たち、本当才能のある人たちいっぱいいるんだね。日本もそうだけどね。うん。ああ、チョコレートドリンク。じゃあ正面もキノコなのかな。あ、正面はまた違う。何これは。ランプ、あれ、上の階のインテリア系を打ち出してるのかな。うん、ね、上の、まあ、基本的に百貨店ですもんね。はい、そういうわけでもない。テラコッタヘッド、なんかあれかな、アーティストの発表の場になってんのかな。うん、ちょっと今まで ないパターンですね、これね。これはいわゆるクリスマスに向けてのバツナギでございますでしょうか。でも逆にあれね、あ、でも椅子とか飾ってるからやっぱりインテリア系の、ね、うん、デザイナーさんのシリーズで出してるのかな。まあそんな感じで、はい、今回は何が主体だったのってちょっと分からない感じになっちゃったんですけども、まあちょっとジョン・レノンと小野洋子さんの出会いが、まあね、あんなところであったという、そんなのがね、お伝えできたらと思います。さあ、今回はこの辺りにさせていただこうと思います。チャンネル登録、グッドの方、いただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではでは、これ後ろの方が、お、青空じゃん。はい、青空の、ロンドン、この先も撮影頑張ろうね。え、撮影頑張ろうね。噛んじゃった、噛んじゃったのよ。もうさ、ほら、湯通りをしが必要。このお水飲んでください。水飲んでください。全然っていう感じで、さようなら。